にそいつをよこせ。お前ら先に船に戻ってろ。あ、了解です。クルーガー、尋問はもう済んだろ。今回はそいつに踊ってもらうぞ。踊る？なんでこんなことするんだ？なぜならこうやって残酷な世界と向き合い理解を深めているからだ。なあ、心は痛まないのか？もし息子が同じ目にあったらと思うと胸が締め付けられる。巨人の脊髄液を体内に吸収しただけで巨大な化け物になる。見ろ、あれがお前らの正体なんだぞ。はなあ、分かったよ。偉大な歴史があったんだろ。下にいる友達と語り合うといい。どうだ、妹が呼んでるぞ。やめろ、嘘から。どうだ、これが面白いと思うか？あんた、俺がフクロウだ。覚えておけよグリシャ、巨人の力はこうやって使う。巨人の力はこうやって使う。当局の兵士は皆果実の搾りかすのようになり海に投げ入れられた。海とは何かを説明しなければならない。海とは地表の7割を占める広大な塩水である。俺はエレン・クルーガー。今見せた通り、9つの巨人の一つを宿している。